レクセル彗星は1770年6月に天文学者のシャルルメシエによって発見された大彗星である。彗星の命名規則に基づいた名前は D-1770L1 であり、レクセル彗星という名称はこの彗星の軌道を計算したアンダースレクセルにちなんでいる。レクセル彗星は歴史上のどの彗星よりも地球の近くを通り過ぎたことで有名である。 この時、レクセル彗星は地球から 0.015AU の地点まで接近した。レクセル彗星は1771年以降は観察されておらず、失われた彗星とみなされている。レクセル彗星を発見したシャルル・メシエレクセル彗星は1770年6月14日にいて、座内でメシエが発見した。メシエがレクセル彗星を発見した時の彗星の大きさは、 小さかったが、その後の数日間で、レクセル彗星は、急速に、大きさを増していった。彗星のマは6月24日には27分角に、達した。この時彗星の見かけの等級は2等であった。レクセル彗星は、メシエ以外の天文学者にも観察されている。レクセル彗星は日本でも観察されており、この天文的、歴史的現象の記録が残っている。 1770年の7月1日には、レクセル彗星は地球から 0.015au の地点を通り過ぎた。これは地球と月の距離の約6倍に値する。メシエは彗星のコマの直径を2度23分と測定した。これは月の見かけの約4倍のサイズである。当時のイギリスの天文学者は24時間以内に42度も。 空を移動したと指摘した。この天文学者は、水星の核が木星と同じ大きさに見えたと指摘し、銀色に輝くコマに囲まれ、水星の最も明るい部分は月の明るさと同じであったと述べている。メシエは1770年10月3日に、太陽から離れていくレクセル水星を観測した。この時の観測が、レクセル水星の最後の観測となった。 レクセル水星の軌道計算は何回か行われ、軌道が放物線軌道か楕円軌道かによって、近日点が8月9から10日か、8月13から14日という、ばらつきがあった。レクセルは数年にわたって軌道計算を行い、軌道周期を5.58年と決定した。これほど短い周期の軌道にもかかわらず、レクセル水星が知られていなかったのは、 水星の軌道が木星の重力によって変えられたためだとレクセルは述べている。レクセル水星は最も早くに発見された木星族の水星かつ地球近傍天体でもある。レクセル水星は二度と観察されることはなかった。レクセルはピエール・シモナプラスと協力してその後の調査を行ったところ、百七十九年に木星との相互作用によって軌道が接動し、 地球から観測できないほど遠くに遠ざかったか、太陽系から完全に脱出したかのどちらかだと主張した。現在、レクセル水星は失われた水星であると考えられている。軌道計算におけるレクセルの研究は近代的な軌道決定法の始まりだと考えられている。1840年代にユルバン・ルベリエは水星軌道のさらなる研究を行い、 木星の中心から木星の半径の3.5倍の距離まで彗星が近づいたにもかかわらず、レクセル彗星は木星の衛星にはなったことがないことを示した。ありがとうございます。